はい、皆さん、えー、こんにちは。本日、土曜日なんですけど、本日もね、いろんなシャツに着替えております。相変わらずだねっていう感じなんですけども、いや、やっぱりね、撮影用のシャツいっぱい買ってるんで、えー、ね、その撮影のたびに、えー、まあ着替えようかな、みたいなことで、今回はね、ブルーなシャツを引っ張り出してきました。というのもですね、今回の話に関しては、まあ日本国民というか、どちらかというとね、 まあ、どちらかという、まあ、日本国民全体ではあるんですけども、どちらかというと、大阪府民、大阪市民の方にとってはですね、非常にね、なんか納得がいかないというかね、そういったようなお話ではないかなということで、まあ、特に私のね、チャンネル登録をしてくださっている方もね、大阪の方もかなりおられると思いますので、特にね、そういった方に関しては、この私の動画に関するまたね、コメント等いただければ、後で嬉しいですっていうような感じなんですけど、 何の話かというと、例のね、万博の話です。まあ、とにかくこの万博に関してはですね、ちょっとね、あんまり評判よくありませんよね。えー、ちょっと私がいつも話をしておりますけども、名誉総裁は誰なんだだとかね、え名誉総裁、エルミア殿下だだとかね、えー、もしくはね、えー、今現在問題になってるね、えー、まあ、ダウンタウンだよね、松本人志さんが、えー、問題になっておりますけども、アンバサダーは誰なんだだとかね、 えー、もしくはちょっと昨日一昨日ぐらいにもねちょっと話をさせてもらいましたけども、まあ、文春がやっぱりまた暴露してきましてまあ維新とね、えー、実際にこの吉本がどういったようなね、えー、ズブズブなのかみたいなことで41億円の密月でしたかね、えー、そういったような記事も出してて私も紹介させてもらいましたけどねまあそういった中でなんでこんなにお金がかかるんだっていうようなことは以前から言われておりますけども。 それに加えて、え、また何、何借り入れを起こすみたいな話が出てきて、いや、これね、こういったようなことを起こすのであれば、ね、やっぱり大阪府もしくは市としてね、えー、きちっとね、説明しなきゃいけないよね。まあそういったようなことを、ちょっと私の、ね、以前の,その仕事の内容なんかも含めてね、まあ、そういったことを参考にして話をさせてもらいます。最後までご覧になってください。はい、でですね、今ちょっとね、言いましたように、 えまあご覧になっていただいているのは、これね、昨日、おとといぐらいのね、えー、これ共同通信の記事ですけど、えー、万博協会360億円り入れ、リソナ銀から準備費用にといったような記事がポンと上がっていたわけですね。まあ、これそんなに大きな記事でもないし、ただね、結構やっぱりこれに関しては皆さん関心がある方が多いのかなというふうに思いますけどね。えー、で、まあ、どういったようなことかというと、ちょっとね、読みますけど、 万博協会が2025年大阪・関西万博に向け、リソナ銀行から最大360億円を借り入れることが1日、関係者への取材で分かったと、開幕に向けた準備が進む中、増大する資金需要に対応するためと見られると、6日に開催する臨時理事会で議論するということで、本日3日ですので、来週の火曜日ですかね。 それでで正式に決定すするようですねで、まあ、その下にもちょこちょこ書いてありますけども私がと今回ねこの記事に関して特に強調しておきたいのがその二段,段落目のその2行目ですね、えー、そういったような費用に関して主に入場料収入で賄う方針だがって書いてありますよね。ここら辺がねやっぱりね問題だと思うんですね。そこら辺のちょっと問題に関しても後でちょっとお話をさせてもらいます。 はい、そしてね、次のページ。はい、こういったようなね、この、えー、大阪万博に関しては、いろんなね、記事がね、具体的に上がってたりして、まあ、特にですね、SNS 上、まあ、この YouTube もそうだけど、どちらかというと X ですかね、旧ツイッター上でいろんなね、えー、大阪万博、えー、に対する、関西万博に対する批判だとかね、なんでこれ延期しないんだ、だとかね、中止にしないんだ、といったようなことで出ております。で、えー 実際ですね、1月30日、1日、まあ先月末にね、アンケート調査が行われましたと。で、これはですね、なんかね、えー、全国6000人ぐらいの対象にね、インターネットでなんかね、実施したようなアンケートらしいんですけども、まああの、この大阪、関西万博に向けてね、実際どうなんですかと。例えば、行きたい、行きたいと思いますかあるいは興味がありますかといったようなアンケートを取ったらしいんですけども、 今回のアンケートでね、万博に行きたいと答えた人の割合が33.8%だったらしいですね。で、この33.8%というのは、それこそですね、1年前の同じアンケートのポイントから7ポイント以上減少していると。で、下落に関しては2年連続で、それこそ年2021年末のね、51.9%の人が えー、その2021年にはね見てみたいというふうに言っていたんですからそこからはですねなんと約20%近くの人がなんかね、えー、もう、えー、見に行きたいというふうに答えなくなった要はあんまり興味がなくなってきたというかね逆に言うとあんまり見に行きたくないのかなみたいな感じなわけですねまあそういったようなアンケート調査がまず一つ出てきたっていうことからもまあこのね万博に関して 今現在ね、どのぐらい興味があるのかっていうことがね、どん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 下がってるっていうことが分かりますよね。そういった中、はい、えー、出てきましたね、はい、地味さんですと、地味花子大臣なわけですけども、万博担当大臣に関しては、いろいろね、そういった批判が上がってる中で言っとりますね、例えば昨年の12月においては、まあね、国庫負担の合計は1647億円とする試算ですと。 で、そのうちの38億円は万博の機運、醸成費なんや、これみたいなことで、これも出た時も結構炎上しましたけどね、プチ炎上しましたけどね、何を考えてるんだって、機運、醸成費でえ何 ?38 億円も使うんですかこれ一体何なんですかみたいなことでねで、具体的にこれ、国庫負担1647億円って書いてあるけど、最終的にはいくらでしたっけ ?2300 億円だからね、それぐらいになんか膨れ上がるみたいな話が出ておりますよね。 でえ、そういった中で、えちょっと私もね、え昨日、一昨日ぐらいの動画かな、でえ言いました通り、なんか知らないけど、万博の中のね、トイレ、トイレで6300万円もかけたりだとか、あとはもうこれは,これは皆さんご存知だと思いますけど、この万博のね、日よけのね、木造製の屋根ね、え日よけのために350億円だとかね、 どう考えたってね普通の一般的な考え方からするとねありえないようなものをお金かけようとしていますよねゆえにさっきのアンケート調査同様に国民とととしてなんだていううことになっちゃうわけですよ、ね、結局はさ足りない部分はさねえー、公金が使われるんでしょっていう話になるわけですよねでこのジミミさんに関しては、えー、先月末に関してもこんなこと言ってるんだよね 大阪・関西万博を中止だとか縮小・延期の必要があるとは現時点では認識しておりませんとなんか地味さんの頭の中では認識していないみたいなんですでもさっき言ったようにそれこそ SNS 上ではねもうこんなもの延期しろだとかねこういったようなことよりもまずはね、えー、その能登の震災のね復興支援が先だろう いや、当たり前なんですよ。聞いてね。普通に日本国民であればね、そういうふうに思うのが当たり前というふうに思いますけども、地味さんとしてはね、えー、その中止だとかは考えてない。延期だとかも考えていない。いやーね。ということですよね。で、実際にね、その万博の予定、まあ、来年のね、予定の開催の期日に迫ってきているわけですよね。で、実際にその、 建設する中でも資材がどんどん高騰している。なおかつ人もどんどんね、えー、ぶっ壊なきゃいけない。ということになると、えー、その資材の調達費も当然膨らむし、えー、人件費もどんどんかかる。で、お金がどんどんかかる。じゃあお金はどっからなんですかというようなこと。で、今回ちょっとね、私が特に問題したい点を、えー、次にちょっとお見せします。はい、次のページ。ちょっとすいません。また喉がガラガラです。すいません。 はい。でですね、今回ちょっとね、この図でお示ししてるのは、まちょっとね、今回は万博の件なので、ちょっとね、まああの、これに完全に合致してるとは言えないんですけど、よくね、こういったような公共の事業等に使われるので、昔よく言葉としてね、PFI なんてことが言われて、これ何かというと、プライベートファイナンスイニシアティブの略でね、まあ、もしかしたらこういったようなことに、 えー、携われた方はねご存知だと思いますけども要はこういった公共のサービスだとか事業を行う上で民間から資金調達をして民間資金を使って効率的に事業を運営するといったような資金調達もしくはこのプロジェクトの運用方法でこういったようなね今言ったよ、ね、うな PFI の事業だとか、まあ、よくね、えー、プロジェクトファイナンスみたいなことが言われますけどそういったようなことが行われるんですね。 で、今ちょっと図でお示ししているのは、こういったような、まあ、プロジェクトですね。プロジェクト、プロジェクトものの資金調達をどうするか、え運営上どうするかということで、まあ、真ん中にねえ、よく昔も言われたけどね、まあ今も当然言われますけど、SPC、特定目的会社。まあ、例えばですけども、公共の事業。これは公共じゃなくてもいいんですけどね、まあ、民間の事業においても、ある一つの事業をする中で、こういったようなね、え特定のね、 え箱を作るわけですねでこの箱を中心にえお金だとか人を集めてで事業を運営するとでお金に関しては左側に銀行からの資金調達例えばローンでね借り入れをする今回もそのリソ,リソ,リリソナからねえこの万博協会がいくらですか360億円を最大で借り入れるといったニュースが出てましたけどねまあこういったようなことになるわけですねで借り,れば借り入れれば当然返済をしなきゃいけないわけです。 で、そういったような借り入れをして最終的にね3日の新事業、まあ、ニュープロジェクトということで、まあ、今回だったら万博に当てはまるわけですけどもそこで事業をやって、まあ、結局建設投資をすするわけでで、よねで。それによってさっきも言ったように万博ということになるとそういったお金をね返すための源泉はさっきその共同ニュースでお見せしましたように主に入場料収入で賄うといったようなことが言われているわけですよ。 でもさっき言ったように、なんかこの万博に興味を持つ、行きたいと言っている人がどん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 アンケート調査からも減ってきてるわけですよね。じゃあ本当に当初の目論見み通りの入場料がね、きちっと回収できるんですかね、それが回収できなかったら、それこそリソナ銀行から360億円を借り入れても返せませんよね。このプロジェクト潰れちゃいますよね。って言ったような話になるわけですね。まあそういったようなことがよくね、 えー、SPC スペシャルパーパスカンパニー要は特定のそういった箱を使って民間から資金をねこういった借り入れて今回はリスナー銀行ですけどねまああの場合によってはその社債を発行をするとかねそういったこともあるんですけどまあそういったのことで、まあ、いずれにしても民間から資金を借り入れて公共の事業に供して、えー、投資をして回収してお金を最終的に返してで、えー、その利益としていくら出ましたかということで 一番下に、例えば、出資企業があればね、この下に事業会社が、例えば出資しているというようなことにあがあればですね、え具体的に、えー、その、えー、投資していることに関する、例えば、配当だとか、えー、といったような原資が生まれて、当然そういったような配当原資があればね、利益から生まれるわけですよ。万博に関してはさっきのごとく、入場料収入がいくらなんですかそれが確保できなかったら、お金は返せない。もし投資家がいれば、そういった投資家にも配当もできないと。 いったようなことで事業が行き詰まっちゃうわけです、ねまあそういったようなことがあるわけです。ゆえにさっきの共同ニュースでお話ししましたように360億円ね借り入れするのはいいんですけども借り入れするためには当然そういったような事業計画をもとに借り入れをするわけですよね。銀行の融資担当者にはいはい、ねえー、万博に関してはこういったような、えー、事業でこういったような収支状況で、ね、そういったような収支の予定をね出して で、具体的にこういったような利益が出るから出るからねそれでお返しするっていう当然そういった説明をね、えー、しなきゃいけないわけですよそういった説明しなかったら当然銀行だってお金なんかお貸し貸すわけがないですからね、まあ、これは一般的に当たり前の話ですよねなのでじゃあそういったようなことでもしねこれがねさっき言ったような入場料の収入がアンケートのごとく、えー、思ったね人数がね入場するような人が来ない要,要は見に来る人が来ない で入場料が稼げないといったようなことになったらお金返せなくなるんだよね。まず銀行にはお金返せないし。でじゃあその返せなくなってもね当然返さなきゃいけないわけですよ。でそういったようなことになった時に誰が負担するんですかといったようなことになるとねまた公金使うんですかみたいな話になるでしょ。当然こういったような話になってくると王様の人たち怒っちゃいますよね。だからそういったようなことになってくるわけだから。 当然説明責任が必要になってくるわけですよ。単にね、お金ないから借りますって言ったような話じゃない。で最終的に返せなくなった場合に誰が負担するんですかそういったことをきちっとね、大阪だったら大阪、まあ日本全体ですけどね、にはしっかりと話をして説明をしなきゃいけないって言ったようなことになるわけですね。はい、ちょっと一回変えます。はい、ということで、なんかね、おかしなおかしな万博なんですけども、 うーんですよね。さっきちょっとね、黒板でお示ししましたように、担当大臣の地味花子さんに関しては、なんかね、今のところ、これ1月30日の会見でしたから、本当に今からね、3、4日前ですよね。その3、4日前に至っても、さっきのアンケート調査があったとしても、要はね、十分な人が来ると思ってるんですかね。故に、今現在も縮小だとか延期というようなことも考えていない。ましてや、中止なんてことは全然考えていない。 といったようなことを言っているわけだよね。どういった根拠をもとに、こういったね、延期等も考えていない、といったことを言ったのか。これに関してはね、ぜひ説明してほしいですよね。もう何回も言いますけど、アンケート調査を見れば明らかですよ。えこの万博に関して興味を持っている人が、それこそね、2、3年前と比べたらどん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 落ちてきてるわけですよね。そういった中で、万博ですってやってね。なおかつ、はい、えー、名誉総裁誰ですかだとかね、アンバサダー誰ですかね。 そして、吉本のなんかね笑、笑いのなんとかってパビリオンがありますね。そういったようなことを見に行きたいという人がどれだけいますかといったような中でね、じゃあ、当初目論んでいたような入場料の収入がちゃんと入るんですかじゃあ、その、それはいくらと見てるんですかそれによって、じゃあ銀行にもこういった形で返すんですね。これをね、説明してくれなきゃね、やっぱり大阪の人たちね、納得いかないと思うんですよね。というふうに思わないでしょうか。ということで、 ちょっとこのね、万博に関する問題提起ということで、えー、配信させてもらいました。ということですね。なんかこんな話ばっかしだね、えー。ということで、えー、今回もありがとうございました。それでは、バイバイ。